どうもー、へいちゃんでーす。もう、今日も朝からバッタバタバッタバタしやがって、とにもうちの父ちゃん。もう来客あるし、出てくし、帰ってきたらまたまた来客あるし。もうゴールデンウィークどっか連れてってやな、もう。せっかく今日雨も降ってへんかったのに。なんでなんやろな。退屈やねん俺。誰かどっか連れてってくれへんかな。ああせや、動物園、動物園とか行きたいやん。 いっぱいギョーザいてはるんで。知ってる？サイとかキリンさんとかゾウさんの方がもっと好きですとか、な、どうでもええねんけど。もう俺、ゾウさん別にどうでもええわ。もう俺、クマがええねん、クマ。あれや、ライオン。ライオンさん。あれ、もう、あれ？ライオンバスってもう、どうなってんだっけな。どうやったろ？ライオンバス。あ、乗ってみたかったなぁ。ライオンバス。どっちが強いか。A さんとこから手出してガシガシやってやりたかったな。多分食われるんやろな。間違いないな、それな。うん。危ないことあったらあかんな。あとお猿さんとこ行って、餌あげるふりして、お猿さん手出してきたらその手握ってガシガシやったらあかんで。みんなわかってる？そんなんしたらあかんで。それ動物虐待やで。ほんまに。これは、まあいいわ。余計なことにやめとこう。また父ちゃん怒られるからんしな。せっかく増えた小遣い減らされてまうわな。ほんまにどっかずれてってやな。もう下半身丸出しのアヒルがおるとこでもええよ、別に。連れてくれんかな。なったっけ。あそこ、東京、ディズニーランド？もしくはディズニーシー？知ってる？ここ発音大事なとこやで。シー。リピート。シー。こう打てんのかな？多分打てるはずだけどな。まあええわ。なんで俺が英語喋らなあかんねん。まだ子供やっちゅうねん。もう父ちゃん英才教育やからな。ワンとかツーとか。だいたいいつもワンを何回も言わされんねん。で、しまいに、お前は犬かとか、バカだれ、馬に。毎回人犬扱いしやがって、あの野郎。腹立つわ。どっか連れてってえな。頼むわ、誰か。もう嫌やん、こんなとこおんの。うちも東京行きたいな、それあれやな。君の名前に出しとったセリフやな。この間見とったばっかりやったからな。もう、毎日、ダックンとブーちゃんとトラックンとで大騒ぎばっかりやで、ほんまに。もう悲しいわ。ゴールデンウィーク終わったら学校やろ？あ、俺学校行ってへんわ。え、俺ずっと休みやん。え？俺何のためにおんのやろ？ちょっと考えなあかんな、これ。これからのことを。あ、ちょっと考えるわ。ほな、またね。